皆様、こんにちは。今回は、あまり知られていない歯の移植について説明していきます。例えば、このように、いらない親知らずを抜歯しなくてはいけなくなった場所にお引越しする治療法です。いらない歯が必要な場所に置き換わる、とってもいい方法なのになぜあまり知られていないのか、どこがインプラントに勝るかなどを実例を踏まえてご説明していきます。もし歯外植はできないと言われた方でも一度ご相談ください。通常では困難な歯の移植、歯外植も今、デジタルや 3D プリンター、私が考案した移植用器具を使用することにより可能となる場合が出てきました。では早速、実例を見ていきましょう。まず、このいらない親知らずを CT から 3D データ化していきます。その後、この 3D データ化した歯をソフトにインポートし、歯を入れたい場所で医学的に最適な場所を探していきます。ブルーの歯の根っこがグレーの骨に完全に覆われる場所を探していきます。緑色の歯のような最適な場所が決まったら、移植する歯を中心に骨の断面を見て、骨と当たってしまう場所をチェックしていきます。例えば、ここの白いところと緑が重なっているエリアが骨と当たってしまっています。このままだと骨が邪魔で移植歯が入りません。そこで当たってしまう骨だけを選択的に削るため、ドリルの最終的な位置を削りたい骨の部分に設計していきます。このピンクとグレーの棒状の表示がドリルで削った後の最終的な位置になります。ドリル位置が決まったら、各々のデータを重ね合わせ、位置関係を合成していきます。そして、設計通りにドリルで穴を開けるため、ドリルの方向や深さが制限されるサージカルガイドというこの黄色い手術装置を症例のたびに設計していきます。これで準備 OK です。オペ時の動画です。先ほど設計した黄色のサージカルガイドを 3D プリンティングした、この透明なサージカルガイドを歯にはめてドリリングすることで、治療計画に近い骨の切削を可能としています。その後、移植歯のデータを 3D プリンティングした歯牙レプリカを試し入れし、計画通りに入るかを確認していきます。歯牙レプリカを使用する理由は一つ、移植する歯を出し入れする際、移植治療の成功に最も大事な要因の一つの、歯の根の周囲についているこの赤い繊維、歯根膜と言いますが、この繊維を損傷してしまうことを防ぐため。二つ、移植する歯を抜いた後、時間が経過するにつれ、大事なこの歯根膜が徐々に壊死していくため、抜歯をギリギリまで遅らせたいといった理由からです。歯牙レプリカにより移植歯が入ることが確認できたら、初めて歯を抜きます。私のオペでは、歯根膜が剥がれにくいような工夫がしてあります。どうでしょう。根の周囲の全周にわたり歯根膜が剥がれていないことが確認できます。一工夫することで、根っこが複数の歯でもドナー歯、提供側にすることが可能です。その後、固定をしていきます。予定通りの位置に歯が設置されているのが確認できます。1日目の歯の移植当日はこれで終了です。一度抜歯したことにより歯の神経が壊死するため、2週間後に歯の中の掃除をします。適切な時期にこれをしないと歯根吸収という失敗になってしまいます。ここで行う根管治療も保険外の精密根管治療でなければ成功はありません。当院の歯牙移植の費用には、現在はこの精密根管治療費も含まれていますので、ご安心ください。これが2日目です。さらに2週間、歯牙移植をしてから4週間後の3回目の来院時に型取りをして、来院4回目で被せ物をして終了です。最初は左の図のように歯の周囲に黒い部分、空洞がありますが、半年程度で黒い部分が白くなっているのが確認できます。ここで重要なことは、デジタルにより治療計画を立てることができるようになり、私が考案した歯外植専用器具によって治療計画に近い手術を行うことで、計画に近い歯外植が成功したということです。はい、このように不要な歯を抜いて必要な場所に歯を移植し、
他の歯と同じように自分の歯で噛めて、見た目も綺麗な自家歯外移植の症例でした。歯外移植が成功すると自分の歯なので、例えばお刺身の食感、必要以上に噛み締めないように脳に指令を送る機能など、インプラントにはない恩恵が満載です。当然自分の歯なので、後々虫歯になったり、歯周病になったり、歯根吸収を起こしたりする可能性はあります。そうならないように、定期的なメンテナンスの必要性は、通常の歯と同様に重要ですね。さらなるインプラントより優れている点として、インプラントを若い時に入れると、形質的な骨の変化にインプラントがついてこれないので、まるでインプラントが骨に埋まってしまっているようになってしまいます。一方、歯外移植は自分の歯なので、顎の成長に追従してくれます。この、顎骨の変化への追従や、先ほどのお刺身の食感などは、すべて歯の根の周りについている、この歯根膜のおかげなのです。インプラントも良い治療法ですが、一生持つわけではありません。ヒロセンのように、形質的にインプラント周囲の骨がなくなってきているのがわかります。インプラントが一生持たないのであれば、インプラントのスタート時期を遅らせることが、その分将来の入れ歯の使用の期間を減らすことになります。クオリティオブライフ、人生の質を上げることにつながります。今回の歯外移植は、当 YouTube チャンネルステージ表の抜歯した後の選択肢、ステージ5のうちの一つの選択肢になります。歯外移植は、ステージ5をステージ3に時を戻すことになります。すごいことですね。このステージの表の解説は、あなたの歯はどのステージという YouTube 動画があります。概要欄にも貼っておりますので、ご参照ください。こんなにいいこといっぱいの歯外移植ですが、あまり選択肢に上がってこないと思います。なぜあまり知られていないのか、治療の選択肢に出てこないのか、その理由の一つに、通常は歯の移植ができる場合が非常に限られているということがあります。歯を抜くと骨に抜いた穴ができます。現在行われている歯外移植のほとんどはその穴より小さいドナー歯、提供する歯があった場合に行われています。逆に抜かれた歯の穴よりドナー歯、提供する歯が大きい場合は入らないわけです。入るためには赤の部分に加え、根の先が広がっているため、さらに緑の骨も削らないと入りません。抜かれた骨の形態は不規則であり、移植する歯の形態も不規則で、大きさも異なります。その中で当たっている骨だけをピンポイントで削っていくというのは、感覚だけではほぼ不可能なのです。また、自分の歯は、規格化されているインプラントより、太く、長く、不規則であるため、骨を当てずっぽうに削っていくというのは危険です。そのため、赤、緑の部分の骨を選択的に削る必要があり、手術の難易度が高く、浸透した治療法とは言い難いのです。だから今までは、適応症が少なく、抜歯後の選択肢にあまり入っていなかったのです。しかし現在、デジタルの発展により、先ほどの症例のように、選択的に骨を削ることができるようになってきたため、適応症が増えてきました。さらに当院では、私が考案した安全参考模型を術前、術中に使用することにより、歯外移植の安全性を担保しております。また、私が考案した移植用器具を使用することにより、より短い手術時間で、計画に近い歯外移植を実現しています。この器具に関しては、使用方法の注意点や、特許の関係上、使用しているのは、2023年2月現在では私だけです。この動画を視聴されている歯科医師の方で、デジタル歯外移植や器具等を取り入れたい先生には、セミナーも行っていきますので、概要欄の株式会社ルッキンよりお申し込みください。また、当チャンネルのカテゴリーの歯科医師向け動画に申し込み方法を随時アップしていく予定ですので、チャンネル登録の上ご利用ください。今回は歯を抜いた後の選択肢、ステージ5の一つ、歯外移植についてご説明、解説させていただきました。デジタルにより、正確な治療計画を立てることができるようになり、さらに安全参考模型により、安全性が担保された歯外移植が今、可能となっています。症例によりますが、通常の歯外移植であれば、目安として治療回数は、歯外移植自体は1回。その後の矯正や、最終的な白い歯が入るまで含めると、
4回程度のラインで終了となります。治療期間は 1.5 ヶ月から2ヶ月程度。金額は歯が移植後に必要な30万円の精密根管治療代、必要であれば8万円の歯の補強代や20万円の白いセラミックの詰め物等、すべて含めて税別65万程度のため、歯の移植自体は実質現在ほとんどお金をいただいておりません。ご興味ある方はぜひご連絡ください。では、歯科の追求。